黒髪を明るくしてないわけなのでいくら伸びてもクリーンできないじゃないですか。白髪はどっちもボケます。はい、どっちもボケます。なんですけど、まあ、頻度の高いカラーからの脱却っていうのをテーマにしたとしたら、と素材をあまり変えないでそれで白髪がボケたらそれが一番長持ちするよねっていうのがうちの、まあ、一番の推しなんで。はい、どうも、頭皮と髪のエイジングケア専門美容室アンドグレーの代表カイトです。秘書ののぞみです。はい、今日のぞみさん何ですか。はい、その白髪コントラストをつけてぼかす、おはつけないでぼかすの解説をお願いします。イエーイ。はい、じゃあ今日はこの解説をしていきます。結構うちで言えばこのコントラストをつけてぼかすかコントラストをつけないでぼかすかっていうのは、その白髪ぼかしのハイライトをうちがやる上で結構その、まあ、重要っていうかその、まあ、結構変わってくる部分なので、ちょっとその話を今日はしていきたいと思います。はい、でその前に、まあ、そのうちの白髪ぼかしで言えばその選択肢が結構あるんですよ。でそのまず一つ目っていうのがそのデザインでぼかすかナチュラルでぼかすか。これはどういうことかっていうと、筋感バシバシに入れてその白髪はあるんだけどハイライトの方が目立つから白髪に目がいかないっていうのがデザインでぼかす。でナチュラルにぼかすっていうのは、細めでたくさんわーってわーってわーって、はい、ハイライトをたくさん入れることによって、細めのハイライトをたくさん入れることによってそのあんまり筋感が出ない、その影が出ないんですよ。たくさん入れるとわーってね、たくさん入れると影が出ないんで筋感が出ない、筋感が出ないからあんまりその派手にならない。明るい、どっちが明るいかって言ったらナチュラルに動かすハイライトがわーって入ってる方がその明るくはなるんですけど、その筋感が出ない分ナチュラルになるっていう、これがまず一つ目ですね。で2つ目はその白髪を淡く染めてぼかすか白髪を染めないでぼかすか、まあ、ハイライトをその入れてハイライトだけの力でぼかすのか、白髪を染めないなんてありえない不安だわという方のために白髪をちょっとだけ染めてぼかすかっていう、このバリエーション選択肢がまあ2つ目で、3つ目が今日そのお話ししていくコントラストをつけてぼかすかコントラストをつけないでぼかすかっていう、この3個の選択肢をこうやっていくんですよ。やっていくとその何パターンくらいあんだったっけ、はい、はい、丸々パターンくらいのうち独自の白髪ぼかしが増えていくわけなんですけど、まあ、今日このコントラストをつけてぼかすかコントラストをつけないでぼかすかの話を深掘りして説明していきます。はい、はい、コントラストなしとコントラストありではどんな違いがあるんですか。はい、まあ、この写真パッと見ていただきたいんですけど、まあその、まあ、左の方がちょっと明るくって右の方がちょっと暗いかなって思うのと、まあ、左の方がちょっとナチュラルに見えると思うんですよね。で右の方がちょっとハイライト入ってますって感じになると思うんですけど、まあ、何が違うかっていうと左は、地毛の黒髪を3トーンくらい明るくしてそこにハイライトが細めにたくさん入ってるっていう感じがこの左のコントラストなしで、右のコントラストありっていうのは根元の黒髪の明るさは変えずステイですね、ステイ、そこに細かいハイライトがたくさん入ってるっていう感じがこの右のコントラストありって感じですね。はい、それぞれにメリットとかデメリットはありますか。そうですね、そのメリットで言えばその左のコントラストなしは、まあ、ナチュラルですよね。パッと見た感じ左の方がナチュラルと思うんで、そのあんまりこう派手にしたくない、その筋感あんま見せたくない、社会的制約が厳しいとか、
あとはそのあんまりこうかっこいい感じが好きじゃないとかっていう感じの方からしたら、この左の方がそのナチュラルな方が、まあコントラストなしの方が、まあそのメリットとしてナチュラルっていうところであるかなと思うんですけど、まあ、逆に言うとその左のコントラストなしはその黒髪をちょっと明るくして、そこに細かいハイライトが入ってるんで、黒髪が伸びてきた時、プリンが伸びてきた時にちょっとやっぱ黒髪を明るくしてないコントラストありの右よりかはそのちょっとプリンが気になるっていう感じですね。でその右のコントラストありのメリットとしては、その伸びてきた時にプリンが気にならない、その黒髪を明るくしてないわけなので、いくら伸びてもプリンできないじゃないですか。だからその持ちがいいって感じですよね。デメリットとしてはやっぱコントラスト差、そのハイライトとのコントラスト差がつくんでちょっと派手に見えるっていう感じですかね。まあデメリットと捉えるかどうかっていうのはまあ好みですよね。ちょっと派手が良ければそのメリットにも変わるしっていう感じですね。はい。どっちの方が白髪がボケるとかありますか？そうですね、白髪はどっちもボケます。はい、どっちもボケます。なんですけど、その伸びてきた時、さっき説明した伸びてきた時に左のコントラストなしの方がそのちょっとプリン気になっちゃう、まあ言うてもそんな気にならないんだけどちょっと気になっちゃう分、まあそのコントラストなあり右側の黒髪染め明るくしない方と比べると若干そのちょっと明るくしてる方がプリン気になっちゃうんで、その白髪が気になる期間が先に来るかもねみたいな感じですね。どっちの方がおすすめとかはありますか？そうですね、そのおすすめとしては、まあそのおすすめ何をに対しておすすめなのかによりますよね。なんですけど、それをその、まあ、頻度の高いカラーからの脱却っていうのをテーマにしたとしたら、とやっぱり根元の黒をその明るくしないで、そこにハイライトがたくさん入ってて白髪がボケた方が根元が伸びてきても気になりづらいんで、その頻度の高いカラーをしなくて良くなる、つまり長く白髪がボケると感じるってことなので、まあ、できるだけそのうちがそのうちのお店が、まあ、そのおすすめしてるのは根元の黒髪比率と白髪比率、素材をあまり変えないで、それで白髪がボケたらそれが一番長持ちするよねっていうのがうちの、まあ、一番の推しなんで、そういう意味ではその根元の黒髪明るくしないで、でハイライトだけ入れて白髪がボケればそっちの方がいいよねっていうのが、まあ、うちとしてのおすすめではあるんですけど、まあ好みですよね。はい、そう思いません？はい、どうですか？はい、はい、あら、あらららら、ら今コントラストなしかコントラストありかは好きな感じで選べるんですねっていう締めが待ってたんですけど、ちょっと言われちゃいましたね。はい、言っちゃいました。おかしいな。はい、ということで、はい、今日は、はい、その白髪コントラストをつけてぼかす、まあ、つけないでぼかすの解説でした。イエーイ。はい、じゃあ皆さんちょっとこの動画で、あ、なんとなく白髪ぼかし分かってきたよっていう方はグッドボタンと、あと質問とか、あと質問とか、あ、感想とかコメントお願いします。お願いします。じゃあまたねー、バイバーイ。